ゃあよろしくお願いします。お願いします。どの辺がカップホテルとかってありますか？この辺ですかね。ああ、わかりました。はいはいはい。ダンサーもやってる？ダンスもやってます。ヒップホップのダンス。やっぱりじゃあスタイリッシュに肩もみされるわけですか、やっぱり。ああ、そうですね。結構ハード高いですけど、頑張ります。見てみたいな。なんだか後ろ向きなんで見れないです。確かに。今もマニアックなことやってますからね。何してるんですか？いや、ユーバーのショーだからスタイリッシュのマニアックな技を出します。あ、そうなんですか？嘘です。見えなかった。いや結構なんかこういう感じで凝ってるんですね。凝ってるんですかこれ？うん、分からない。どうなんですか、結構人来るんですか？はい、やっぱり涼しくなると来ますね。はいはいはい、今やっぱ昼間暑いとここ日向になっちゃうんで、はいはいはい、日向だとやっぱ人来ないですか、暑くて。でこうやって涼しくなると、はいはいはい、人がバーって増えて、はいはいはい、お兄さんみたいな声かけてくれる。あ、そういう感じですね。普段はあんまり声かからない。あ、毎週土曜日。あ、この人は常連の人。あ、常連の。あ、そうなんです。もう10回ぐらい来てる。あ、やっぱり腕がいいんですね。ありがとうございます。普段は本職でやってるんですよ。あ、ヒップホップダンサーの方と、あとこういうマッサージ、整体師なんで。へえ。で土曜日だけボランティアでここでこう活動しながら。逆に土曜の方が書き入れ時じゃないですか。いや、だからこそここに来るんですよ。あ、広告の一環として。まあ、そう、自分も楽しみで来てるんで。つまんないじゃないですか、お店にずっといる。そうですね。でやっぱ普段お店に来ないような人たちとこう、はいはい、交流を持って勉強するっていうことです。すごいですね。ローテーターカフが。なんかやられてるんですか？はい、僕も以前、今スポーツ的なやつですか？今は筋トレをメインでやってます。ね、だからちょっとやっぱ筋肉の姿がね、やっぱり。二川厚いです。斬新な表現ですね。一川どこじゃないですか？一川どころじゃない。一川どころじゃない。斬新な表現。あ、二回りって言った方がいい。まあ、一般的には。肩の筋肉、三角筋なんかめちゃめちゃボリューミーじゃん。最近後部頑張ってるんですよ、三角筋後部。いいですね、ここですよね。そこですね。何しよう。今からプロテイン見に行くんじゃないですか？今からプロテイン見ます。え、川崎ってアメリカ人と。夢大きいですね。いやいや、ここやっぱり夢大きい。アメリカ人。いや、それはありますね。それはありますね。じゃあちゃんと編集します。大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。ちゃんとあーんとか言っときますね。恥ずかしくない生き方してるんで。修正はしていただかなくて結構大丈夫ですか？はい。キシベロハン、キシベロハンキシベロハンがある。まあ恥ずかしい。いいね、かっこいいね。おおズキューン。ニハオ、你好。你从哪里来？話せる。さすが恥ずかしくない生き方をしてる。恥ずかしくない生き方をしてる。友達に笑われてます。あ、そういう見分け面なんですよ。あ、なるほど。見分け面なんですよ。なんかイベントやってるんですか？ちょうちょこういちくんの裏にすごい。めちゃめちゃ嬉しい。じゃあそろそろ閉めますよ。ありがとうございます。お友達がそろそろ移動したがってる。はい、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。